チラシ寿司、チラシ寿司、チラシ寿司は、酢飯に多種類の具材を合わせて作る寿司の一種である。チラシ寿司の語源は、寿司飯の中、あるいは上に、様々な具を、チラスという意味で、単に、チラシと呼ばれることもある。江戸前寿司においては、白い酢飯の上に、握り寿司に用いる寿司種を並べたものを指すが、関東周辺以外の地域では一般に、 酢飯に調味した具材を混ぜ込み、金シランや海苔などで飾り付けを施したものをちらし寿司と称する。本校では、制御を用いる江戸前のちらし寿司と、寿司飯に具を混ぜ込んで作るちらし寿司の両方について扱う。江戸前握り寿司からの派生として明治以降に普及した料理である。生ちらし、吹き寄せちらしとも呼ばれる。酢飯ではない飯を使用したものは一般に、 海鮮丼と呼ぶ。使用する種は、マグロ、白身、光物、赤貝、イカ、エビ、タコ、イクラ、ウニ、アナゴなどの魚介類と、卵焼き、かんぴょう、しいたけ、おぼろ、ガリなど寿司の素材に用いられるものが一般で、わさびを添えることが多い。醤油を全体にかけるのは野暮で、醤油を使う場合は種を小皿に取りながら食べるのが、作法とされる。 これは用いられる種の多くが、すじめやにしめなど、江戸前寿司の仕事を施されたものであるため、素材によって適切な味付けが異なるためである。江戸前チラシが主流の地域では、酢飯の上に細かく切った寿司種や制御をランダムに配置する盛り付けのことを、バラチラシと呼ぶことがある。口実するバラ寿司とは異なるものであるため注意が必要である。 東京発祥の握り寿司の種として用いる生魚などを寿司飯の上に並べた寿司を関東ではチラシ寿司と呼んでいるが他の地域では以下の料理をチラシ寿司と呼ぶ古くから日本各地で家庭料理として作られており五目寿司、バラ寿司など衣装は多いひな祭りなど祝い事の際に食べられることも多く 単に、お寿司といえばこのタイプのチラシ寿司刺す地域もある。江戸前チラシと区別するために、五目チラシという名称が使用されることもある。酢飯の中に混ぜ込む具として、一般に干し椎茸や乾うの煮しめなどをベースに、茹でた人参、スレンコン、タケノコ、ちくわやかまぼこ、甘くにしめた油揚げや鷹の豆腐など、地域、家庭ごとに多様な具が用いられる。 これらの具を混ぜ込んだ後、茹でたタコ、エビ、生姜ナゴなどを乗せ、全部、茹でて刻んだ絹さややインゲン、禁止卵、刻みのり、ガリ、または、紅生姜などをあしらう。さらには、木の芽や菜の花、吹きの塔などで、季節感を出す工夫も可能である。リンゴ、みかん、らんぼなどの果物を乗せる場合もある。この種の寿司を、チラシ寿司と呼ぶ地域では、 前述の白い酢飯を使用する、江戸前チラシはあまり一般的ではなく、生チラシなどの名称で区別して呼ばれることもある。また、店や地域によっては混ぜ寿司の上に生魚を乗せる例も、ある。制御を使用しないこの種のチラシ寿司は、冬場にはしばしば蒸し寿司、ぬく寿司として供される。家庭向けの商品として市販されている。調味液に浸された椎茸、かんぴょう、 油揚げ、人参など、調理済み具材の瓶詰めあるいはレトルト製品で、白飯に混ぜるだけで基本となる酢飯ができる。これに、絹鞘ややいんげん、菌卵、刻みのりなどを飾り付ければ、ちらし寿司が作れるほか、五目稲荷の素材としても、重宝される。容易で手軽に作れるため、家庭では、ひな祭りなどのごちそう、あるいは祭礼など晴れの日の手作り料理として、親しまれている。 岡山寿司、備前バラ寿司、祭り寿司、商品名などとも呼ばれる。バラ寿司は、西日本全域で使用される名称であるが、岡山のものは、具材が大きく品目数も多いのが特徴である。この寿司の発祥は、江戸時代の岡山城下とされる。地域や季節によって内容が変わるものの、基本的に椎茸やょうの煮しめなどの少量の切った具を混ぜ込んだ酢飯を作り、 その上に、金糸卵を敷き、さらにその上にゆで人参、スレンコン、鞘煙道、ちくわ、かまぼこ、でんぶ、たかの豆腐、からつけのエビ、小穴なご、茹でたタコ、につけたいかやもがい、サルぼうがい、さわらやママカリの鈴けなどの具材を大きめに切ってき、詰める。岡山のバラス司の誕生には、切磋倹約を奨励した備前岡山藩藩主の池田、三つが、 知るもの以外に服飾を一品に制限する一十一歳例、を布告したことが背景にあると言われている。これは特徴的な寿司の製作過程に反映されており、当時は寿司種を器、寿司桶の底に敷き、それらを酢飯で覆い隠すことで粗食を装い、食事の直前に器をひっくり返して食卓を飾ったという。同様の例は沖縄県の宮古そばなどにも見られ、 役人は元より近所の目を恐れる日本的な同調圧力に起因するものであったと考えられる。池田三政の命日である6月27日はチラシ寿司の日として日本記念日協会に登録されている。以前福岡にはドドメセというバラ寿司のルーツとされる料理がある。発祥は鎌倉時代と言われ炊き込みご飯に酢酸発酵の進んだ土ブロクを加えたのが 始まりとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。